頼む、諸葛丹。俺を信じてくれ。芝生殿、いきなり何を言い出すかと思えば、未来を見てきたと。未曾有の危機にあって、そのようなざれ言、大概にしていただきたい。頼む、俺も上田城に連れて行ってくれ。ここで頭を下げるとはね。これあながち冗談でもなさそうだな。いつもの芝生さんなら、めんどくせえっていうところだ。言い争う間にも時が失われる。皆で上田城を救援すればよかろう。ああ、すまない、急ごう。我々は上田城の救援に向かう。兵士諸君、復帰せよ。あの城に美女がいるらしい。ヒットライト、光沢様に献上するのだ。おお、なんと立派な城なのだ。炎章様の新たな居城にふさわしい。世の混乱に乗じ、狼藉を働く非道の輩め、粛清してくれる。相変わらずお堅いことで。教えてもらえますかね、芝生さん。未来で何があったのか。俺は諸葛丹と袂を分かっちゃう。この戦いには参加せず、小田原城に。けど小田原城の救援には間に合わず、上田城に負けたってわけですか。用心しておきましょう。芝生殿、それがあなたの本気ですか。やるときはやるなら、なぜ出し惜しむのです。執着至極に存ずる。皆わしのものじゃ。どうもだ。
すがは炎章様、まばゆいばかりのご意向ですな。上田城は炎章様にこそふさわしい。母さん、王宅より先に城を落としましょう。うわっ、うん、敵は強盗しているわけではない。これを利用してカッコ撃破を狙おう。なので、私が強盾を突きつけましょう。その間に炎章を倒してください。爽やかな女性をおとりにとは気が引けるが、現状ではそれが最良だ。ではよろしくお願いします。人の共存、この崇高な理想が理解できぬとは。水産、こりゃ完全に騙されてる。お、これが噂の美女か。やることがそのまま負けではない。勝つことがそのまま負けではない。東竹軍の戦力はそれだけならいい。敵に援軍でもあると厄介だ。ビタに使われる私ではない。おお、撃っておいて損はない。敵に援軍だと、このような時は一体どうすれば。やっぱり敵には造園がいたのか。元気、今助けに行く。そう、勝負、お前が上田城陥落の原因だったわけ。芝生殿、邪魔をしないでくれませんか。バカ、これは何か間違いだ。危ないところだったから、もう大丈夫。さあ、巻き返しましょう。目障りな虫どもめ、練り潰してくれるわ。竹中殿より伝令、同行の確保に成功とのこと。そうか、確かに変えられるんだ。俺たちは未来を取り戻せるんだ。俺の番だな。おとりを使ってカッコ撃破、なかなかいい着眼点だったと思いますよ。褒めてもらえるのはありがたい。だが私の才覚は所詮この程度だ。俺の番だな。俺の番だな。一段と冴えておいでですな。伊予超文猿の武、真の三国無双なり。おお、一段と冴えておいでですな。主人は怠けたばかり。本気を出せば逃げますか。誰も構わないな。甘えているんでしょうよ。あなたも甘やかしすぎないことですね。おのれ、わしは諦めんぞ。出たみたいね。一時はどうなることかと思ったけれど。ふぅ、疲れた。久しぶりに力いっぱい本気を出したぞ。一生健常。さて、次の手を考えますか。四条殿は未来からやってきた。まだそのようなざれ言を。
あなたからも言っていただきたい。信じる。おいおい、信じるのか？こんな突拍子もない話を。侮らないで。冗談を言っていないことくらい分かる。話はまとまったか？いずれにしても救われた命だ。これからはお前たちと共に行こう。